国会議員で、本当に、ね、1議席しかなくてですね、もう歯がゆくて、本当に申し訳ないんですけども、でも、なんとかしたいんですよ。こんなことばっかり見逃してたら、何のために制度を作ったか分かんないですよね、僕たちね。そうですそういうのをね。止めたいんだって言って、約束して作ったのに、なんとか少数でも、あれも一決開ける方法はないかと。事務所に電話をかけたり、ファックスを送ったりする。それから、インターネットのツイッターとか、フェイスブックとかに、何しろ止めてくださいというメッセージを書く。これね、実は結構効くんですよ。ということは、国会議員の心を揺らがせる。自分が住んでる。その選挙区に住んでる。衆議院議員ですから。有権者からの電話は無視できませんからね。そんなアクションを、今は一番有効なのはそれじゃないかなと思うんですよね。これはもう議会制民主主義には食われようとしてるわけですから、我々国民がですね、立ち上がっていくしかない。その草の根からですね、立ち上がって、この国が崩壊していくのを防ぐしかないというふうに思いますね。